ろしくお願いします。お願いします。お邪魔したのは21年お住まいの伊賀崎さんのお宅。早速気になっている場所を教えていただきました。もう見えてます。もうこの辺りとかですね。はい、この辺りです。ここ、ここね、わかる。他にもシャワーのホースやお風呂場のパッキンも、そこもそこね、浴槽のこういう隙間とかもそうだし、もう見ないでくださいぐらいすごくズームしないで、本当に本当にひどいありさまなので、うん、もうどうにもできないです。他に気になる部分を伺ってみると、あっちのちょっと使ってない部屋のエアコンなんですけど、はい、もうなんかひどすぎて逆に使ってないんです。ひどすぎて使ってない。こっちの10年近く使用していないというエアコン、中を覗いてみると吹き出し口や羽の部分にカビが。そこで掃除のプロ、サニクリーン中国おうち快適サポートの西堀さんに掃除の仕方を伝授していただくことに。まずはエアコンの吹き出し口です。ご家庭にあるもので言うと、うん、あのこういった割り箸とか、あとタオル、あとは不織布とか、そういったものを濡らしていただいて拭いていただくだけでも。割り箸にタオルを巻きつけて拭く。おお、取れてる。はい、基本的にはここに溜まっているホコリが吹き出したもの と、結露によってできたカビが一緒に付着しているっていうような感じになる。吹き出し口は拭くだけできれいに。そして忘れてはいけないのがフィルターです。目詰まりしてしまう前に掃除をやっぱりしていただいた方がいいです。フィルターが目詰まりしていると空気を吸い込む量が少なくなり、中が結露した時に乾燥しにくくなるそうです。またエアコンを使用した後は30分ほど送風にすることで、エアコン内を乾燥させカビが生えにくい状態になるそうです。どうですか、今なんか久しぶりにご覧になって汚くてなんかもう改めてこう言われるとごもっともだなって続いては伊賀崎さんが気になっていたお風呂場へ。これも綺麗になりますか。あの年数の短いものに関しては、市販の塩素系漂白剤とかそういったものを使っていただいたら綺麗に落ちることも多いので、実際にカビを落としていただきます。塩素系の漂白剤をスポンジにつけます。はい、はい、でスポンジはあのキッチンとかそういうので使い古した柔らかくなっているものが特にいいかなとは思うんですけど、カビ全体にこう塗り広げるように一旦塗っていただいて、一旦塗る、はい、ほうほうほう。で塩素系の漂白剤とかは少し時間かけてあげてから、もう一度軽く拭き上げてあげると汚れ落ちがいいので、20分ほど置いて拭き取った結果がこちら。パッキンと床にあった黒いカビが減っていることが分かります。続いてシャワーホースは、ゴム手袋とかしていただいて手に振りかけていただいたりして、それを塗っていただく、はい、あでもそれも擦るっていうことじゃなくて、そうですね、塗り広げるような感じになると。はこういうご家庭にあるラップを、薬剤とホースにあるカビの汚れが長く密着するように、へー、巻いてあげてください。密着させるっていうことなんですね。そうですね。では5分ほど経ちましたので、はい、ちょっとラップを取ってもらってもいいですか。はい、いただきます。見てください、ちょっといや もう違いますよね。そうですね、もう全然綺麗に持ち始めてますね、うん、はい、黒い点々がそうですね、はい、気がする、はい、おお、はい、茶色くは残ってるとは思うんですけど、え、全然違う。全然違いますよ ね、 そうですね、黒いのがなくなった、はい、で最後はそうですね、これで濡れたタオル、はい、おお、本当に綺麗になってる、見違えるほど綺麗になりましたよ本当ですね、ここだけ新築ぐらいの本当に綺麗です、ありがとうございます。あの短時間でこれだけ落ちます。皆さんもぜひ、うん、お気軽にと言ったらいいんでしょうか、はい、トライしてみていただけたらいいと思います。勉強になっためちゃくちゃ勉強になった、やろう家で
いかがでしたか。うん、そんなに難しいことはないですね。そうなんですよ、うんうん、多分皆さんも簡単に実践できることだと思うんですけど、とてもやりやすい方法ばかりで、こすらないとか、あとちょっと置いて布で拭き取るとか、そういうところが大切みたいです。お家にあるもので使えるのがいいですよね。そうなんです。でさらに知識を深めてもらおうということで、はい、ここでカビクイズ。まず第1問です。お風呂を乾燥させるときは窓を開けた方がいい、丸か×か。皆さん札とか持ってないですね。丸×の札とかないですよね。ないですね。大胆なクイズですね。じゃあ、はい、皆さん手で丸か×かお願いしていいですか。いきますよ。あると思うけど、あの辺に丸です。はい、丸。あ、丸。そりゃそうでしょう。全員丸。はい、乾燥させる時でしょう。言っちゃっていいですか、はい、あれ正解は×バツです。言うと思いました。みんな丸って言うと思いました。なんで？おかしいですよね。窓は開けちゃダメなんです。っていうのもカビの胞子っていうのは自然界空気中どこにでも存在してるんですよね。なので窓を開けてしまうとお風呂場の空気は外に出るかもしれないですが、外の空気も中に入ってきてしまう。なのでカビの胞子が外から入ってきてしまうという可能性もあるんです。なのでちゃんと換気扇を回すということが大切なんです。最低4時間以上は換気扇を回すべしということでした。でもこれでいくと家の窓なんて一生開けられないじゃないですか。でも乾燥した後だったら窓を開けて空気を入れ替えるっていうのは OK です。乾燥した後なのか。乾燥した後なら大丈夫です。はい。であと皆さん脱衣所で服脱いで、その後どうされてます？ポイって置いてないですか？この服にもいっぱいカビの胞子というのが付着してしまっているんですよね。なのでちゃんと脱いだら洗濯機の中にすぐに入れて蓋を閉める、もしくはランドリーボックスにも蓋を設置してカビの胞子が回らないようにするということが大切なんだそうです。蓋のないむき出しのランドリーボックスです。そうですよね。私もそうでした。蓋をすぐに買いました。では続いて第2問です。お風呂掃除は天井から床からさあどっち、ということで、これはじゃあ中根さんに聞いてみます。これはなんか聞いたことあったけど、天井から。はい、ブブー。すごい嬉しそうなんですけど。正解は床からでした。自分でブブーとかこうやりたいから丸×用意しなかったんですよ。自分でこうやりたいからと。いや、なんでかというと、はい、そのカビ取り剤っていうのは乾燥した状態で使うとより効果を発揮してくれるんだそうです。で、天井から掃除をしてしまうともう床も水が垂れて濡れてしまいますよね。なので下からやっていくことで全部乾燥した状態でカビ取り剤が使えるということなんです。理解できました？はい。ただ天井をその後掃除したら、はい、その水が下に落ちたりはしないですか？あ、だから床からやるっていうことです。床をやって、きれいにしたところに、あ、なんでもないです。あ、それも全部流します。流しましょう。流します、はい、今はプロに文句を言ったということで。いや、色を唱えただけです。色を唱えた。床からやっててください。毎日天井はしないな。そうですね。あ、でもあの洗わない。床の近く1メートルあたりがカビの生えやすい範囲ということので、うんうん、まあ、床から下10メートルぐらい、あ、1メートルぐらいを重点的にやるということでした、はい、以上、今生キャッチでした。